はい、ポーズ。スターチェンジ。9連王9ソード。おめかしバッチリ。宇宙戦隊9レンジャー。僕はこんな感じで車にぶら下げたりしてますね。これ、ミラーの下についてます。フロントのミラーですね。こう9人並べるといい感じですよ。こんばんは、前田です。今日ご紹介するのはですね、こちらです。Qレンジャースイング全9種でございます。はい、こちらはですね、去年の戦隊10オージャーでも僕買って、全種類集めたんですけど、今回はですね、インターネットで全9種類も揃ってるやつを買いました。9種類全部被らず買うのは多分不可能じゃないですか。ガチャガチャ200円で1回、9回回して全部揃えるのはちょっと難しいと思いましたので、もう最初から揃ってるのを買いました。はい、全9種類ということでラインナップがこんな感じですね。シシレット、サソリオレンジ、オオカミブルー、天秤ゴールド、オウシブラック、ヘビ使いシルバー、カメレオングリーン、ワシピンク、カジキイエローと。この9種類でございます。じゃあ開けてみましょう。こんな感じで入ってますね。やっぱりまずは一番最初はシシレットですね。はい、こんな感じです。ちゃんと顔のマスクのところも、ラメみたいなのが入ってて、綺麗ですよ。で、こんな感じですね。なんか頭が絶壁ですね。はい。でも大体塗装されてますね。バックルとか、スーツの黒のとことか、まあ、胸の星の真ん中のとことか。はい。違和感はないですね。で、こないだご紹介した、こないだ買ったソフビヒーローと比較するとこんな感じですね。顔は、ほぼ一緒ですね。はい。で、スーツのところが、首周りが銀じゃない。あと胸の真ん中は赤なんですね、本当は。そんなとこですかね、気になるところは。もう後ろは一緒なんで、真っ赤っかですから。前から見た感じは、かなり、やっぱりよくできてるんじゃないですかね。ちなみにですね、リアルチェンジ9レンジャーの、シシ9玉スイングと比べると、こんな感じですね。ほぼ一緒ぐらいの大きさじゃないですかね。はい。こんな大きさ感なので、9玉の丸い部分がだいたい頭と一緒ぐらいですから、まあ、サイズ感は統一されてますね。一緒につけてもいいと思いますよ。こういう風に。赤、シシ9玉とシシレッドですね。はい。シシレッドは1話目からもう大暴れですね。破天荒レッドというか、かなり、獣王者のヤマト君とは違いますよね、リーダー像が。ああいうリーダーも勢いがあっていいと思いますけどね。はい、続きまして、サソリオレンジですね。まだ、劇中では未登場ですね。ようやく3話目で出てきますよね、こんな感じですね。尻尾がついてますね、サソリの。はい、顔ももうサソリですね。一瞬なんかクエスチョンマークみたいに見えたりとかしませんか？で、これも多分、シシレッドと同じ場所が塗装されてますので、真ん中の星の真ん中の部分は、多分オレンジなんですよね。ちょっと僕、サソリオレンジをですね、これしか持ってないんですよ。比較アイテムがないので、わかんないんですけど、多分、首周りの銀とかが省かれてる感じですよね。で、リアルチェンジ9レンジャーの、これがですね、サソリ9玉なんですけど、これは全然オレンジに、こうやって見ると見えなくなっちゃいますね。赤に近いオレンジなので、全然オレンジっぽくないですけど、こういう形で、サソリオレンジのスイングと、9玉の、サソリ9玉のスイング一緒につけて歩くといいんじゃないですかね。はい、続きまして、狼ブルーですね。ガルですね。こんな感じです。
もう一緒ですね、ペイントの場所っていうのは。で、顔の狼部分はやっぱりかっこいいっすよ。で、キューレンジャースイングの狼ブルーもですね、スーツが、こう、ちょっと、毛の感じになってるんですよ。ソフビもなってましたけど、この足の部分ですね、わかりますか？ちょっとこう、ゴツゴツした感じに見えますよね。ちゃんとそういう体毛の造形が入ってるんですね。狼ブルーのガルはですね、1話目ではもう、戦う気をなくして、こう、テンション低い感じでしたけど、まあ、シシレット、ラッキーの、こう、熱い問いかけというか、殴り合った末のですね、言葉でですね、狼ブルー、奮い立ちましたよね。シシレットのセリフいいですよね。俺はお前より強いから、お前より先には死なないから、思いっきり戦えというセリフがありましたね。あれ1話目から出ましたね、いいセリフ。グッとくるセリフ来ましたね。狼ブルー2話目で、なんか広島弁喋ってましたよね、邪剣って。なんか面白いですよね。結構独特な喋り方というか、あれアドリブなんですかね、ゾロの声優さんの。はい、続きましてですね、お牛ブラックですね。こんな感じです。うん。かっこいいですね。こう、顔が、でかいで、いいですよね。この、角が張り出してる感じ。うん。塗装に関しては、これもともと真っ黒なのかな。なので、あんまり気にならないですね。塗ってない場所があっても。ただ、この胸の部分の星は、ちょっと違う色で塗ってありますので、黒なんですけど、少し、薄い黒というか、ちゃんと色分けされてますので、胸の星がちゃんと見えますね。いい感じですね。はい、ソフビと比較するとこんな感じですね。いや、よくできてますよね。顔の部分なんて本当に、この特徴がよく出てるので、いい感じですよ。お牛ブラックは、もう1話目から、いましたので、どうやって仲間になったかっていうのがまだ謎ですけど、もともとリングスターって言ってますから、なんかプロレスのチャンピオンとかそういう系なんですかね。力自慢な感じなのはもうわかりますけど、結構活躍はもうしてましたよね。1話目でもう QX をバンバン振り回して戦ってましたので、これからの活躍が期待ですね。やっぱ声がいいっすね。声優さんも豪華ですから、やっぱりかっこいいですよね。ワンピースの黒ひげの声ですよね。ゼハハハっていう。めちゃめちゃかっこいい声なんで、いいですよね。はい、続きましてですね。天秤ゴールドと蛇使いシルバーですね。はい、前回登場した二人組でしたね。怪盗 BN 団ですね。バランスとナーガで BN 団でしょうね、多分。これもですね、後ろは塗ってないのが共通なので、もう正面だけ、はい、見ますと、ちゃんとね、顔の部分は、いい感じですよ。こっちヘビですよね。で、こっちが、天秤ですね、うん。もういきなり金と銀が2話目で出てくる戦隊って、珍しいですよね。もうゴーオンジャーとかはこれ中盤でゴールドとシルバー入りましたけど、うん、この二人のボイジャーはまだミニプラでは出てないので早く欲しいですよね。かっこいいですね。で、この二人は、前回の話を見てる感じですと、まあ、ジャークマター専用の、怪盗団。ジャークマター絡みでしか盗みをしないというような話をしてましたよね。だからいい海賊団、海賊団じゃない、いい怪盗団というかですね。自分たちで言ってましたよね。だからあっさりキューレンジャーになっちゃうんで、キュー玉の、人選というか、キューレンジャーを選ぶ基準っていうのがですね、よくわからないですよね。なんかこの、ゴールドの方は、なんかロボットっぽいですね、この変身した後も。変身前もロボットですけど、変身した後もロボットっぽいのはずっと残ってますね。やっぱこの、こっちの戦士型の、スーツの感じと、なんか違う感じがしますよね。印象的だったシーンはですね、最初の、お水の上で、
くるくる回ってるシーン、あれなんていうスポーツなんですか、ちょっと名前わかんないですけど、あれとか、あとはやっぱりナーガがですね、感情がうまくコントロールできてないので、表情とセリフが合ってないのが、面白いですよね、今のところ。で、バランスのあと喋り方、チャラ男な喋り方っていうんですかね、語彙数とか、なんか、ギロッポン的な、業界人のような喋り方をしてますよね。これも面白いんで、なんか、コンビとしては、美味しい感じ。なんかお笑い担当ポジションなんですかね。これから、楽しみですよね。どういう風に、この二人が立ち回るかっていうのを。はい、続きまして、カメレオングリーンですね。うん、後ろはやっぱり塗ってない。はい。顔はですね、うん、カメレオンですよ。この、出っ張ってるこれ目ん玉部分は、これお団子とこう共通というか、そういうデザインなんですかね。女の子ですし。うん。とてもいい感じですね。これカメレオンですもんね。カエルにも見えますけど。うん。かわいいですよね。で、ハミーちゃんはかわいいですね。なかなかアムちゃんに匹敵するとまではまだ言わないですけど、かなりかわいいんじゃないですか。僕個人的にはですけど、吉高由里子さんになんか似てる気がしますね。ただ、幼さと、なんか美人さ、可愛いと美人をこう、兼ね備えてる感じがしますので、いいですよね。これからものすごい注目ですね。ソフビと比較すると、色の感じ結構違いますよね。なんていうんですか、ちょっと緑に、濃い緑。今回のスイングは。ソフビは黄緑って感じですけど、うん。色が違いますけど、まあ緑の選手はまだ一人しかいないんで、全然問題ないですね。色の被りな感じはしないですね。でハミーちゃんは JK でした。設定が。ものすごい喋り方。もう2話なんかものすごかったですよね。スプンプン丸とか、なんかいっぱい使ってましたね。もうおじさんにはついていけない言葉遣いを。ただ今の JK のこと僕知らないですけど、今ってああいう言葉使うんですか ?JK の方々は。ちょっと古い JK な感じもしますけどね。はい、続きましてですね、和紙ピンクですね。かっこいいですよ、この和紙の顔部分。うん。ぐるっと回したら、はい、後ろはこんな感じ。ただ、和紙ピンクこの羽があるおかげで、だいぶ見栄えがいいですよ。うん。わしがピンクの戦隊ってめちゃくちゃ珍しくないですか?大体わしって、レッドとか、結構主役級の戦士が当てがわれることが多いですけど、ピンクのわしっていうのは戦隊初ですよね。なかなか攻めてますよね、キューレンジャー。で、わしピンクはまだ変身して出てきてないですけど、3話目で出てくるんですかね。サソリオレンジが出てくる予告は見ましたけど、ワシピンク出てきてましたっけ予告で。早く9人揃ってほしいですよね。で、ラプターがワシピンクになるんでしょうけど、まだ変身してないというか、9玉を持ってないんですよね。覚醒してないんで、どういう形で9玉がラプターの前に現れるのかっていうのは楽しみですね。はい、最後ですね。9個目がですね、カジキイエローですね。こんな感じです。あれ手の後ろの部分、これ塗られてますね。腕の部分。他のやつって塗ってますっけ?ないかな?あ、あるのか。腕部分はみんな塗ってますね。気づかなかったですね。うん、ありますね。はい。これはここのカジキの部分が特徴的な顔ですけど、結構出っ張ってますよ。ほら。顔の4分の1ぐらいこの先端パーツなので結構目立ちますね、これ。で、2話目で確かこの、ここでこう攻撃してましたね、こうつっついて。ヘッドバットならぬ、これなんて言うんですか ?iPad。一瞬でしたけど。で、カジキイエローは、スパーダですね。料理人のスパーダが変身してますね。僕スパーダ好きなんですよ、今のところ。まだ2話しかやってないですけど。レッドの、ラッキーよりも、今のところこのスパーダの方が劇中では好きですね。なんか、落ち着いてるというか、
ムードメーカーってわけじゃないですけど、要所要所でやっぱり締めるとこ締めるっていう、発言とか、立ち回りっていうのが僕は好きですね。はい、ソフビと比較するとこんな感じですね。これも結構色の、感じ違いますね。ソフビは、薄い黄色ですね。で、やっぱり今回のスイングはもう、黄色って感じの黄色ですよね。濃いですね。ソフビの方がやっぱ薄いのかな？うん。で、顔の出っ張り感は、ソフビよりも、今回のスイングの方がありますね。やっぱり顔がデフォルメされてるので、特徴的なところはこう、活かしてる感じがしますね。いい感じですね。はい、冒頭からずっと映ってる9連王に乗せてみました。9玉よりちょっとだけでかいんで、サイズ感は少し合ってないですけど、こんな感じで、揃いましたね、9人。かっこいいですね。で、今のところは、まだ、サソリと天秤と、ヘビ使いと、ワシのボイジャーがミニプラで出てないので、こんな感じですけど、ちょっと余談ですけど、キューザーウェポンのガチャポンと、キューレーンをめちゃくちゃサイズ感いいですよ。ずっと、キューソード持たせてましたけど、キューザーウェポン、今回この、なんていうんですかね、持ち手の部分がこう空洞というか輪っかになってますね。だから、ソフビにも持たせれますし、こういうふうに9連王のカジキの方なら、こう刺すことでですね、構えることができるので、武器が、まだ9連王、このカジキの角しかないんで、いい感じに合いますね。やり方を工夫すると、なんとか自立しますね。と言ってもですね、やっぱりシルバーとピンクだけは自立しなかったです。この二人ですね。なので今、シルバーは、キューレーン王に立てかけて、ワシピンクは、このソフビのレッドに持ってもらって浮いてますね。ピンクの足の形がもう水平じゃないんですよ。なので、多分どう頑張っても立たせれないですね。で、カジキとか、狼ブルーは、チェーンの場所をうまくやってやると立てましたので、7人は、この7人ですね。この7人は自立できましたね。こんな感じで、9連王と並ばせると、いい感じですよ。かっこよくないですか？そうなので、やっぱスイングっていう、商品の住み分けなので、まあ、立たなくても、こう、カバンとかにつけたりするアイテムですからね。はい。9連王のミニプラと合わせるといい感じですね。デラックス版と合わせるとちょうどいいのかな？ 9 玉より多分ちょっと小さいんですよね、デラックス版の。なので、いろんなアイテムが出てますので、組み合わせて遊ぶと楽しいと思いますよ。ということで、今日はですね、ガシャポンのですね、9レンジャースイング全9種類をご紹介しました。また、おもちゃ、9レンジャーのものも少しずつ増えてきてますので、ご紹介できればなと思いますね。ということで、前田でした。ありがとうございます。よっしゃらっきー。